はいどうも、霊夢だよ。はいどうも、マリサだぜ。ファスモフォビア、マップ解説。今回は右下の大キャンプをやっていきます。上の5つは解説しましたので、概要欄に再生リスト貼っておきます。マップはこんな感じです。何を解説するんだっけ？ブレイカーと呪いのアイテムの位置よ。それだけ？それだけ。覚えることはたくさんあると思うけど、これから始める人用の動画だから。では早速始めていくわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。このマップはブレイカー何箇所あるんだ？なんと5箇所です。え？ 5 箇所もあるんですよ。前回のミニキャンプは1箇所だったのに？そうです、広いからねここ。今回は右上の奥のキャビン前がブレイカーの場所です。めちゃくちゃ遠そうだな。はい、遠いです。今までダッシュなしでやってたけど、今回は？なしです。え？次回からはつけます。マップの雰囲気もあるところだから、そちらもお楽しみください。オッケーオッケーだぜ。ではお邪魔します。今回は右奥なので、右に進みます。果物と灰が散らばっております。この道をまっすぐ進みます。さらに奥に進みます。めちゃくちゃ広いな。はい、広いです。この突き当たりを右に曲がると、右手にキャビンが見えます。その階段近くが今回のブレイカーです。めちゃくちゃ遠くないか？ええー、一番遠い場所ね。さて、ランプが赤なので、押すと、緑に変わりました。お次は2箇所目です。今回は入り口突き当たりの建物を抜けた先ね。わかりやすい場所だな。そうね、入り口も近いし、キャンプ中央だからいい場所かもしれない。ふむふむ、確かに左上にあるマップの中央寄りだな。それにしても雰囲気あるマップだな。本当に、キャンプが一番苦手。お邪魔します。この部屋に入り、抜けた先です。目の前でわかりやすいな。ちなみにブレーカー上げると、この部屋の電気つけられます。なんか安心するな。キャンプは全体的に暗いからね。さて、続きまして。左奥だな。はい、左奥のトイレの前ですね。今回実はちょっと怪奇現象起きてます。そんなに怖いものではないのでご安心を。オッケーオッケーだぜ。お邪魔します。左に向かい、キャンプ場があります。この近くのトイレです。あれ？ブレーカー上がってないか？そうなんです。おそらくゴーストが。本来ここで上げるのですが、すでに上がってます。ここで気づいて戸惑ってるのか。はい、ちょっと怖くなってました。一応ブレーカー好きなゴーストは。ま、たまたまだと思うけどね。さてお次は、入り口入ってすぐ右です。おそらくここが一番近いですね。なるほどなるほど。お邪魔します。今回は簡単。入って右手の扉開けてすぐです。ありました。これは近くていいな。キャンプの建物内以外はわかりづらいですが、こんな感じのスイッチがあります。ほうほう、こうやって電気つけるんだな。さて、ラスト1箇所です。入って右手に進んだ先です。あの果物とかあった先か。お邪魔します。右から行ってもいいのですが、今回は正面から行ってみます。よく骨見つけるな。ね、普段は全然見つからないくせに。ありました。右から行ってもあまり距離は変わらなさそうだな。
さて、今回はこのまま呪いのアイテム探します。わかりやすいように一応入り口まで戻ります。さて、探索開始です。まずは左手から見ていきます。なるべくライトもつけていきますので、参考にしてください。まずは焚き火の周りに。ブーブー人形。次にウィジャ版を探すのですが、ちょっと迷いますので早送り。助かる。トイレの中ではなく、こんな場所があるのです。ウィジャ版。これ初見では無理だな。左側は以上です。一度入り口に戻ります。さて、次は正面。呪いの手鏡と、オルゴールを探します。まず最初の小屋の中には、呪いの手鏡。小屋を抜けます。盛大にキャンプしてたんだな、ここ。はい、抜けた先の焚き火の周りには、オルゴール。一応この周りのライトも探します。助かる。ありました。大体木の近くにあるんだな。さて、一度入り口に戻ります。お次は入り口右側を攻めます。残るは3つです。この果物のある部屋の奥のライト付近には、猿の手。さて、このまま奥に進みます。場所知らないと発見きつそうだな。このマップは広いからね。でも後の2つはわかりやすいよ。奥の机の上にトランプが散らばってるところがあります。そこに紛れるようにタロットカード。わかりやすいな。あとは一番奥の小屋の中です。ちなみにこの小屋は鍵がかかってます。入り口の床に鍵があります。こういうところに隠すのあるあるだな。で、この部屋の1階に、魔法陣。以上がこのマップの位置でした。長くなっちゃってごめんなさい。さて、このマップの配置はこんな感じ。広いけど、階層が少ないから見やすいな。今回はこちらの大キャンプでした。解説も中盤過ぎました。次はプリズンです。めちゃくちゃ怖そうだな。そうね、お楽しみに。それじゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。